はっきりした幽霊だね。幽霊はあんたの方だろ。これは驚いた。あんたは生きてる。あんたはどうなんだ。さてどうだろうね。ただ過去だけを思い出してここで日がなすわっているということを生きているといえればそうなのだろう。こうして幽霊を街に歩かせることで やっと正気を保っていられる我々を生きた人間だと言えるなら。早く死にたいか。ああ、崎村さん。 それにしても見違えました。すっかり、たくましくなられて。肉体を使う仕事をしてました。それは羨ましいです。どんなお仕事？列車の運転士です。そうですか、運転士ですか。あの、はい、地下ルクスから列車が上がってきているようです。誰が来るんでしょう。おそらく 武装したテクノライズド。ほう、何をしに来るんでしょうかね。多分我々を捕らえることと、ここに攻め入ることの先陣として。なるほどなるほど。いや、報告ありがとうございます。他に何か。いいえ。